番、4番、5番、6番です。スタートしました。内折り好スタート、わずかに2コース2番の中田がトップスタートも、1コースから出ていく1番の西橋が寄せつけません。まくって攻めた3番の高田、2番の中田は内をつきましたが攻めきれず、スタートは前提正常。12レース最後の順位挑戦、勝ちましたのは西橋奈美選手です。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。勝利者インタビューも皆勤賞で来てくれましたね、毎日ね。今日も展示タイム良かったんですけども、この12レース土砂降りになってきました。雨の影響はなかったですか？いや、全然、うん、何もなく通り走りました、うん、じゃあ腰もターン周りも、はい、うん、問題なく問題なくでした。今の感じはどんな感じでした？本当もう節感バランスよく、うん、本当調整のゾーンも広いんで、はい、ちょっと外したと思っても、うん、エンジンがカバーしてくれるんで、うん、本当にありがたいです。いいグリップ感で来てます。何か優勝戦物足りないところありますか？いや、もう本当上出来だと思います。エンジンだけは本当、はい、だからもう本当自分次第だと思うんで、うん、あとはもう集中してスタート集中して、うん、気負わずレースしたいと思います、はい、1号艇乗れたんで、最後まで、きちんと自分のやるべきことをちゃんとやって優勝戦に向かいたいと思います。よろしくお願いします。12レース勝ちました西橋奈美選手でした。ありがとうございました。